はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、今超話題のバンドポルカドットスティングレイのがなぜ売れたかっていうことについてお話したいと思います。まずですね、このポルカドットスティングレイというのはボーカルの女の人と残りの、3人のね、バンドメンバーが男っていう、まあそういうバンドなんですけども、今ですね、各所ですごく話題になってて、まあ、11月の8日にですね、ファーストメジャーアルバム出すんですけど、まあ、これも今ヒットしてるんですよ、かなり、でですね、このポルカドットスティングレイがなぜ売れたかってことなんですけど、まあ、これはもうすごく単純に一つ言えるのは、そのボーカルの女性のですね、世間へのアピールの方法がものすごくしたたかかつうまかったっていうことなんですね。まあ、これ何かって言いますと、そもそもですね、ポルカ、まあ、ここから先はちょっと長いでポルカって呼びます。ポルカがですね、まずなぜ最初に話題になったかっていうと、YouTube でのミュージックビデオの再生回数なんですよ。テレキャスターパニックっていう曲があるんですけど、この曲ですね、正直ポルカってまだそう九州で最初活動してた時は、あんまりライブ数もやってないし、そんな話題じゃなかったんですよ。そんなポルカがですね、そのテレキャスターストライプっていう曲をですね、YouTube に上げたところ、めちゃくちゃ再生回数いったんですよ。で、この再生回数いった理由っていうのも、これちなみにミュージックビデオの監督してるのは、そのボーカルの女の人なんですけど、すごくしたたかかつ考えられてるんですね。というのは何かっていうと、今ですね、ミュージックビデオっていうのは、あんまり長く見てもらえないわけですよ。正直 YouTube とかでも、長い動画ってあんまりみんな見てくれないんですね。すぐ飽きちゃうから。だから、なるべく、この早い段階で結論を言ったりだったりとか、もしくはポン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 こう場面を転換していかないとみんな飽きて見ないわけなんですよ。ってなった時にですね、このテレキャスターストライプって曲のミュージックビデオっていうのはその辺がすごくうまく作られてて、この、同じね、大体お金がないバンドって正直同じ場所でこうやってずっとこうカメラアングルだけ変えてこう演奏して歌ってるだけっていうシンプルなパターンが多いんですけど、今回の、ミュージックビデオはですね、結構場面転換が変わっていったり、服装とかもコンセプチュアルな感じでどんどん変わっていくんですよ。なんか最初はですね、コインランドリーでなんか白いなんていうんですか、そのワイシャツにズボンみたいな感じでメガネで歌ってるのが、なんか2番になったら急に着物着出したりとかで、もっと言うとその、ボーカルのですね、女性に関してはね、サビの部分で急に猫耳つけたすごいセクシーな、その女の人って顔がすごい可愛いんですけど、なんか猫耳つけた、ね、急にセクシーな感じになったりするんですよ、つまりさっきも言ったように転換が多いんですよ。この目で見える転換が、そうすることによってそのミュージックビデオをすごくちゃんと最後まで見てもらえるようにしてる。でさらに言うと、完全にそのボーカルの人の外見を使って客を釣ってるのが分かるんですね、つまりそのボーカルの女性っていうのは自分が可愛いってことが分かってて、それをちゃんとアイコンとしてそれを有効に使おうとしてミュージックビデオを作ってるっていうのが丸分かりなんですよ。その証拠にですね、サムネイルって言って YouTube のこの一番最初に出るあれあるじゃないですかね、あれがそのさっき言った女性の猫耳姿になってるんですよ。ああいうのも相まって再生回数がめっちゃいったんですね、それでそこから有名になり、いろんなとこに波及していき、今回ですね、メジャーデビュー、タイアップとかもめっちゃついてメジャーデビューということになってるんですよ。でもっと言うと、今回のアルバムのですね、1枚1曲目がまさにさっき言ったテレキャスターストライプっていう曲なんですね。この辺りも抜け目ないですよね。やっぱりポルカって言えばテレキャスターストライプみたいにもうファンの間だったり音楽ファンの中ではなってますから、となってくるとこれをやっぱり1曲目にドンって持ってきてみんなの目を一気にギャッてこうね、集めようっていう風に思ってるのがすごいわかりますから、やっぱアルバムの1曲目って大事ですからね、でですね、あともう一個、もう一個これすごいしたたかな話なんですけど、さっき言った自分のことをアイコンとして使ってそれで人気を得ようとしてるっていうのは全部さっきも言いましたけど、そのボーカルの女の人の自分のプロデュース方法なんですよ。自分で自分自身をプロデュースしてやってるんです。これ何かって言いますと、要はその自分の可愛さで売ってるんですよ。でも普通に考えるとね、ロックバンドだったりそういう人たちって、私はね別に女性のらしさとか外見で売ってきてんじゃねえんだよっていう人が多いじゃないですか。でそんな人が多い中にもかかわらず、そのポルカはそれを積極的に使うと。でしかも何がかっこいいかって、それを臆さず言うことなんですよね。
普通そういうのを使ってるバンドっていうのはぶっちゃけ世の中にめちゃくちゃありますけど、ほとんどのバンドは言い訳して、いや僕らはそうじゃない、私たちはそうじゃないって嘘つくんですよ。でそんな中ポルカは積極的にそれを使い、さらにそれをちゃんとインタビューとかで言っちゃうんですね。そこのかっこよさが僕はすごいあると思います。うん、なんかこうね、だからこのボーカルの女性に言えるのは、ちょっと女性にこんなこと言うの変かもしれませんけど、男前だなっていうね、男前だなこのボーカルっていうことは僕は思いました。そりゃ売れますよ、こんだけしたたかにね実力ある人がね計算づくでプロデュースしたら。うん、というわけですね、よかったら皆さんポルカ.stingray聞いてみてください。今日はこれで終わります。よかったらチャンネル登録してください。ありがとうございました。